はい、どうもビーレジェンド柿谷です。ビーレジェンド染田です。はい、ということでですね、まあ、今回は、ビーレジェンドと、マルコメさんコラボのですね、ビーレジェンドプロテイン味噌汁のね、レビューをしていきたいなと思うんですけれども、ちょっと今日はね染田君と一緒に飲んでいければなと思います。はい、ということでこの限定のねお椀とお箸を使ってですね、早速飲んでみたいなと思います。じゃあ行ってみよう。開けよう。はい、中がマジ、はい、どんな、こんないい匂いですね。あ、いい匂い、なんか出汁の匂いがする。ね、そうですね、はい、すごい。洗いに行こうか。あ、そうですね、洗いに行こう。はい、はい、ということで行きます。ドン、よいしょ。ということで、はい、洗ってまいりました。はい、ではでは、じゃあ作りましょうか。お湯、あ、先入れてくれる。はい、ちょっと分かんない。だいたい180ミリから。180？200 とか180ぐらい、ね、そうですね、220ぐらいですね。だいたい、ね、だいたいですね、はい。これお湯だから熱いよね。熱いっすよ。ポットでからお湯入れてきたら、ね、めちゃめちゃ熱いっすよ。よし、入ってください。はい、はい、じゃあですね、まずはじゃあ入れようか。はい、これすり切り何杯だったっけ。すり切り4杯ですね。4杯、はい、そのまま入れてあげよう。 ありがとうございます。よし、いっぱい。ほら、こんな感じ。色はわかるかな、なんか黄色っぽいよね。よし、4杯。もう混ぜちゃってね。あ、いいですか。うん、混ぜないとなんかダマになりそう。4杯あれも入れなきゃ、火薬も入れなきゃだろ。そうですね、用意してます。火薬、豆腐とネギが見えますかね。いいですね。はい、ちょっとお先にじゃあ入れさせて。あ、入れて入れて。ここ目分量なんだよね。あ、火薬はおい入れすぎだろそれ。ふざけんな。俺の分ねえじゃんかよ。一食分じゃないよそれ。これそうですね、ちょっとバランスよく入れないと。はい、うん、ちょうだい。そうそう、これも入れ、多分ど同じぐらい入っちゃったけど、どっちも入れすぎだね。これはこれも入れすぎ。美味しそうですよ。手間かよ。確かにうまそうだね、はい、でもあれだね、その味噌汁というよりも味噌スープですみたいな感じの話はしてたけど、本当にそんな雰囲気あるね。そうですね、このネギがあれだね、ネギっていうのもなんか青さみたいになってんね。あー、本当に美味しそうだけど。でもあれだね、これやっぱり今みたいにお湯入れてこうやって混ぜるよりも、お水でチークした状態でこうやって入れて、はい、でレンジでチンする方がいいかもしれないね。それも便利ですね。うん、もう火薬も入れちゃってね。でも一応溶けたね。もう全て溶けましたね。今これだけで、はい、ただ豆腐がどれぐらい戻ってるかがわからないっていうね。お、めちゃくちゃでっかくなって、でっかくなってんじゃん。そうそう、戻ってるんですよ。これ 200cc だっけ。 200cc ぐらい、はい、入れました。 200cc はちょっと多いね。やっぱ 180cc でいいんだろうね。味の濃さも飲んでみないと。社長を差し置いて、いいよいいよ、飲んで飲んで、先飲んで、あったかいうちに飲んで。熱々なんですよ。熱々、はい、熱々すぎて飲めない、飲めないぐらい。なるほど、押さないでください。うん、なんでそんなダチョウさんみたいな。頭ペンって言えばいい。バーッてでぶちまけて。それはそれで面白い絵が撮れるよ。ちょっとお先に飲んで飲んで、どうぞどうぞ。うまーい。あれなんか無理してない。え、でどう。あ、美味しいですね。あ、そう、しっかりあの出汁が効いてて。あ、そう、プロテイン感が全然ないと思います。あ、そう、はい、でもホエーだからね、原料はね。その牛乳感はどう。牛乳感、いや多少あるかもしれないですけど、でも言われなければわからないみたいな感じ。あ、感じない。はい、へえ。だからこう色目はね、色目はね、こんな感じ。これちょっと見えてるかな、いけるかな。じゃあ俺もちょっといただこうかな。ということで、ビーレジェンドのロゴがどこにあるか分からない。よし、ここですね。ということで、熱いんで、いただきます。うまーい。これが本家だよ。これが本家。生で初めて聞いた。これが本家、うまいだよ。いや、うまいな。あ、ほんとだ。あ、でもなんか火薬がちょっと戻りきってないな。これ、残念だな。うん、いや、熱いっていうか、いや、うん、もうちょっと熱い方がいいかな、俺は。あ、でも美味しい。米が、もう今、すごく欲しい。あ、ご飯食いたいね。はい、本当に。
あ、でもね、うん、お味噌、だしの雰囲気あるけど、やっぱりね、なんか味噌汁っていうのも味噌スープかな。なんか、うん。あ、でもうまいね、やっぱり。火薬の加減が分かんないね、これ。そう、あ、でもネギとかすごいシャキシャキしてて。豆腐だけど、あ、戻ってるか。やっぱりどうしてもあれだね、火薬はインスタントの感じだろうね。うん、でもうまい。あの、うん、撮ってるの忘れて結構純粋に味わってるところからもお察しいただけると思うんですけど、あの、美味しい。あ、美味しそう。うまいね。僕結構朝、ん？ご飯派なんですけど、ほう、もう美味しい。朝って結構タンパク質、うん、取れないじゃないですか。そうだね。うん。ぜひ一食。あ、パンだったら取れないよね。一食ここに入れたいですね。あ、美味しい。あ、なんかね、ほっこりしたよ。あったかい、あったかいし、はい。いや、うまいね。あ、これはいいかもね。あの、コンポタの時もそうだったしさ、お汁粉の時もそうだったけどさ、これはやっぱりちょっとこの冬、まだもう少し寒い日が続くだろうから、まあ、今月いっぱいとかはね、そういった中ではあの朝食に本当にいいかもしれないね。入れたいですね。はい、おいしい、うん、それぐらい食べた感ありますよ。うん、お、うまかったね。なんか食べて、はい、なんか締めようと思ってるんですけど、なんか締める前になんかうまかったなと思って、はい、ということでね、まあ、あの今あ飲んでみましたけれども、まあ、非常に美味しくて、朝食、特に和食にね、もうぴったり合うんじゃないかなと思いますので、お試しいただければと思います。動画の方よろしければグッドボタン、あとチャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。ではまた皆さんお会いしましょう。さよなら。美味しいよ。